171.61kg、 2008年プロデビュー、48戦37勝、37勝のうち22勝がノックアウト。第3代全日本スーパーフェザー級チャンピオン、野良犬2世森陽介。自分に求められるものは結果は一つしかありません。その過去で今日のノックアウトボリューム3第4試合 61.5kg 契約を行います。レフェリー小川実。この試合はノックアウトルール3分5ラウンド制で行います。なおこの試合は各ラウンドごとに採点結果をお知らせするオープンスコアリングシステムを採用します。はい、これからいよいよ始まります。ワンマリオゲームサムリット対森陽介です。前回ワンマリオゲームサムリット梅野源氏との試合で判定で敗れています。対する森陽介の方はこのノックアウトのリングでKO を重ね、現在キャリアでも10連勝中です。さあ、さやさん、はい、はい、この森井選手ねえ、トーナメントに前回出たのにラウンド1、今回も出るんですね。そうなんですよ。出たがり森井選手が出てきましたね。出たがりのまあ、出たがりのはどちらかといえば師匠の方なんじゃないでしょうかという話がありますけどもね。いや、ああいう風にしてカードが決まるんですね。はい、終わった瞬間出すぞっつって、すごいですね。あんなのが繰り広げられてたんですね。しかも相手はこのワンマリオ、堀石井さん、本当にそのもう名前の通りアバンサールというのは前進という意味らしいですね。はい、サースポースタイルで来てますね。左足に注意して、これはどうなんでしょう、森井選手にとっては。まあ、もうそこまでは、はい、どうでしょう。森井思いの入りますね、バックスピンキック。森井選手のローキックを意識して、意識してますね。左足を嫌がってますね、はい、一緒にしてるのかもしれない。森井選手ダウン1、これは森井のダウンです。4、5、6、7、根性です。いや、しかしこのボディのダメージ回復できるのか、ワンマリオ。ボディチラシがいいですね。チラシうまいですね、落ち着いてますね。これ、こういう時、森をもう一気に行くんですけど、やっぱちゃんと落ち着いていった方がいいですか。今、落ち着いてますね。はい、ちゃんと見て、はい。で、逆にワンマリオの方はこれどうすればいいんでしょうかね。ワンマリオは今ちょっとお腹効いてるんで、回復を今待ってる状態なんです。なるほど、はい。でもまあその待ってる状態で森井選手も今詰めに回るんですけど、カウンターの肘を見せようとしますが当たりません。肘ちゃんと狙ってますね。はい、冷静に戦ってますね、森井選手。あと、はい、展開に使って遅い相手の蹴り。いや、これもうしっかりと散らしてボディに致命の一打は当たるでしょうか。今までちょっと回復してきましたね。そうですね、はい、分かるんですね、そういうもう顔つき、そうですね、顔見てると、はい、これはやっぱ森井選手もあ、もう回復したなってのは分かってて、まあそうですね、森井選手も冷静に見てますね。はい、でもこのボディは怖いでしょうね。でも圧力がありますね、森井選手ね。でもこのワンマリオゲオサムリットはこういう状況を打たれながらも打たれながらもどん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 前に出てくる、そうですね、そういうスタイルですもんね。そうですね、もう構えもオーソドックス、右構えの構えも、いいですね。ボディからテンプル、森井の強打を襲います。ローまで行きたいですね、もう。そうですね、あ、なるほど、最後にロー、最近嫌がってるんで。さあ、しっかりとガードを固める。確かにもう表情から見るとワンマリオこのボディのダメージから回復しています。そうですね、バックスピンキック、これはセーブバックでかわしていきます。ワンマリオの、ここで第1ラウンド終了。第1ラウンド終了。ちょっと元気ないですね。元気ないですね。体調悪いんですかね。まあ、でも一発のボディ
で倒れちゃいましたもんね。そうですね。どうなんですか、このボディの引き方って蓄積というイメージがあるんですけど、息が止まっちゃったんですよね。もらった瞬間息が止まって、はい、肝臓に入ってるんですけども、森選手の左ボディが息が止まって苦しくて倒れてしまう。ただいまのラウンドの採点は、痛いってのもあるけども、やっぱ一番苦しい。もうボディは苦しいんですね。赤、森井吉美翔です、はい。遅れてきます。そうですね。もらって、ドゥーみたいな。まさに今のダウンですね。もう、さあ、ランチダウンのラウンドで、もう一人、森吉美、赤コーラーが3名とも10点。セコンダー。3名とも森井につけています。ボディもらって聞いたら立てないですけどね。言い切りましたね。最初で最後の KO 勝ちがボディの。地獄の苦しみと言いますが、さあ第2ラウンドです。まあボディは気持ちで立ってるしかないんですよ。そうですね。さあローを出していきます森井選手。ローでワンマリを意識させてから今度はミドル。ほら相手呪いんだから。前蹴りを出してセコンドの声が、ね、小林聡さんのね、森選手ボディから上まで行きたいですね。そうですね、まあ、ボディは狙ってるんでしょうから、はい、いかにそこに至るまでにやっぱ意識をボディに生かせないか。遅いんだよ相手、縦ボディ立てて。怒ってますね小林さん。ワンマリオは今見てるんで、見てる時に森選手が打った方がいいかもしれないですね。これワンマリオが見ているのは、まあこれ見てる状態で打たれても大丈夫だっていう自信もあるんでしょうか。その自信もあると思いますけど、まあ、でもワンマリオのいいところっていうのはもう猛牛のように、はい、ガンガン前に突進していくところですから、まあ、それが出てないので、梅野源氏をグラス化したね、あの一発怖いですもんね、はい、後半に取ってあるのかもしれないですね。慣れてくれるから持っとけ。ちなみに立場変わりましたね。おい聞いた。でもね、プレッシャーかけるんですけど、手数が少ないんですよ、ワンマリオ選手が。前蹴りだけになった。タイのマックス・ムエタイ、外国人選手も多数参戦しているマックス・ムエタイ、その外国人選手としてのエースですからね、ワンマリオ・ゲオサムリット。非常に人気のある選手です。キックパンツのワンマリオって、カタカナなんですね。これは前回梅野選手やった時もそうだったんですよ。なんか非常に日本が好きだったんですね。そうですね、日本を愛してますよね、はい、だからこれ以上ね、このノックアウトのリングで前のようなことになれば、そうですね、その好きな日本に呼ばれなくなるという危機感も持っています、はい、さあこれ確かにワンマリオはプレッシャーをかけている。ガイさんのおっしゃる通り立場が変わりましたね。これどうなんでしょう、森井としてはどういう心理なんでしょうか、こういう時って。いやもう森井選手はそのままどうでしょうね、森井選手プレッシャー感じてるかどうか。感じてる感はないですけど、ないですけど、おいおいおい、肘から森井、肘しか狙ってるぞ、肘しか。ワンマリオは前に出てどういう風に攻めていくか、肘狙ってるかはありますけどね。蹴れ、パンチを今みたいに振ってもですね、ラスト30秒しっかり成功して森井の右ストレート、そしてロー、森井選手の距離で戦えてるような気がします。そうですね、こういうの気をつけたいですね、今ね。そうですね、まあ、一発ありますんでね、しっかりと見えています森井陽介。さあもう第2ラウンド残り時間がありません。蹴れ、残り時間10秒切っている。プレッシャーをかけるワンマリオ、しかし一発を狙ってるのか。蹴れ、ほら第2ラウンド終了です。いやさやさん、はい、まあ、ワンマリオもなんか、うん、パンチが当たったらヤバそうっていう雰囲気はずっと持ってますね。なんかボディ結構入りやすいですよね。そうですね、あのワンマリオとしてはですね、やっぱりあの森井選手のパンチを警戒してるんですよ。パンチとローキックをすごく警戒してると思うんで、やっぱりこの顔面のガードに集中しちゃうんですよね。だから顔面のガードに集中しちゃうってことは、まあ、腕が上がりやすいので、お腹が開きやすいので、入りやすいんですよね。赤、森井を信じてもらう。第1ラウンドでボディでダウンを奪われたにも分かるんですけど、それは自信がないとできませんよね。そうですね。さあ、第2ラウンドの採点、やはりここも3名森井に捨てています。セコンダー10対9で森井に捨てています。さあセコンドアウトの終了になりますが、ラウンド3、第3ラウンド開始です。いけ
さあ、もう赤コーナーサイドはドライヌ、小林聡さんのもうローも2発、3発連続で蹴るからとてもいいんですよね。蹴れよ、ライモネ。これ単発でバチンって蹴るのと、はい、これ2発パンパンって出てくるのは何がやっぱ違うでしょう。やっぱりスピードでパンパンの一発目はカットしやすいんですけど、二発目当たりやすくなるんですよ、ね。ガードを知ってるんですけど、ガードが降りた時に二発目に当たったりとか、はい、やっぱり単発だとなかなか当たりづらいんですけど、でももう今もう一発でも今ワンマフに当たってるので、これも胴からまたパンチつなげて、そこからボディ。いきなり今ボディ打ってるので、はい、パンチロールから繋いでロール、パンチの先からダウン。そうですね、パンチから今ロールでしたね。2、3、4、5、6、7、でここから今まではパンチすごく警戒してガードが上がると思いますので、ここでボディ打ちたいですよね。さあバックスピンキックも積極的に狙っていきます。そして森パンチから落ち着いてます。ロールTKO です。サザンマリアカ。いやこれ森ほぼ無傷ですね。そうですね。まあ冷静ですね。ただいまの試合冷静です。第3ラウンド1分19秒。勝者赤コーナー。ゲームコントロールが上手ですよ。どうで倒しましたね。そうですね。さあ森洋介がバイクを持ちました。皆さんこんばんは。本当たくさんの応援のおかげで無事 KO で勝つことができました。この後トーナメント1回戦3試合始まるんですけど、まあ誰が来ようと KO で倒すしかないんで、まあまず8月皆さん、ぜひ見に来てください。KO しますんでよろしくお願いします。今日は最後まで楽しんでください。ありがとうございます。村田さんどうですか。いや、まだパフォーマンス教えてましたけど、パンフレット見てくれればね、皆さん分かると思うんですけども、いや、私の教えてることなんてもう一旦もうね、ほんと些細なことですよね。あれだけの試合やって村田さん今背筋が伸びましたね。ちょっとね、村田さん緊張してましたよね、ちょっと教え子の気分に見たりしてくれる。今回何点ですか。いや、もうね、勝ったんで100点満点です。あの相手からのプレッシャーとですね、さらにセコンドからのプレッシャーを感じつつ、あそこまで冷静にね、やっぱ勝てるっていうのはね、やっぱこの自分がノックアウトを背負うという覚悟が森陽介から見て取れました。まあ、無事有言実行でワンマリオ選手 KO できたんで、まあ安心してますね。まあ次回8月町田選手と、まあ8も人生かけてるみたいなので、まあ跳ね返そうと思うんで、まあ8月 KO ぜひ見に来てください。ノックアウトボリューム4見に来てください。よろしくお願いします。
そして参戦決定選手は新日本キックスーパーウェルター級王者緑川作る、そして神童那須川天心の参戦が決定。8月20日ノックアウトボリューム4大田区体育館大会、夏を締めくくる超絶ファイトをお見逃しなく。特報、現在絶賛放送中のテレビ番組ノックアウトが放送局を拡大、新たに全国7局での放送が決定。選手の素顔や大会の舞台裏まで、ここでしか見ることのできないドラマをお楽しみください。